更年期障害っていうなんか概念がもう全然違ってしまいました。咀嚼不足だ。 40% の生き物は齧歯類って言ってネズミの系統なんですよ。ヘビ系はならない。最近男の更年期もあるらしいですね。頭皮もするんですけど、これって更年期じゃないんやっていうのを、ああちょっと、はい、分かりました。のぼせ、ほてり、めまい、偏頭痛、憂鬱などは咀嚼不足によって起こる症状で、咀嚼が足りずに食べ物を飲み込んでいると胸部に滞りができて、胸の周りを押すと触っただけで驚くくらいの痛みを持っている。咀嚼不足なんです。飲み込み方によって更年期の症状が違うんです。右側の喉で飲み込んだりね、左側の脳で飲み込むことによって更年期に出てくる症状が変わってくるんです。首の真ん中の右側が痛い人は陰性の偏頭痛にかかりやすいし、左側が痛いと陽性の偏頭痛にかかりやすい。最近男の更年期もあるらしいですね。自分の体に対して合ってない量と合ってない食べ物、これを取ると便秘になるの。自分に合った食べ物なんだよって思うでしょ。なあに自分に合った食べ物、米、肉、なるほどね、歯出しても、あ残念、肉は合わない。これ面白いよ。 40% の生き物は齧歯類って言ってネズミの系統なんですよ。哺乳類は齧歯、哺乳類全体のは齧歯類ってネズミの進化系だから齧歯類だから、人類も 40% は齧歯類なのよ。何でも食ってもいい系ってやつ、噛まなくても平気な人いるの。咀嚼が反対にね、蛇みたいな爬虫類系、頸椎がね、普通の人って7つなんだけど8つあったりするんだよ。うん、でここにね出っ張りがあるの、大きく。そうだろう、ああほら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 。で肋骨もね、腸骨にすぐ近く、2センチぐらいしか幅がないの、腸骨から。立ってみ、ほらここのね肋骨がこう長いのよ、肋骨の沿道、もっと下だろう、ほら。ああそう、ヘビ系はならない。こう上から巻いて下から巻いて筒にして、筒の先がこう中に入っちゃうぐらいな正常、少なくとも四つ折りにはできるぐらいの。映った四つ折り、これぐらいは普通。硬い人差し指をね、こうで中指を巻く、親指を巻く、両方やって、でグッと引っ張る、グッと引っ張ったまんま、いい、鼻から息をゆっくりスーッと吸って、はい口から吐く、吸って吐く、引っ張ったままだよずっと、はい3回目吸って吐く。全身の倦怠感って呼吸が浅いからでしょ。呼吸が浅い、はい呼吸してみ、鼻から息ゆっくり吸います。ほらマスクずっとしてたからさ、もう鼻呼吸がしにくくなってんのでしょ。あひどいな、全然呼吸できてないな。なんでそんなきつく吸わなくたって、普通に吸ったって深く吸えるよ。あんないだろう、入ってない。じゃあね、鼻の硬いとこと柔らかいとこの間、ここ90度に曲げるの、90度に曲げるの、ぐわっと、で1、2、3、4、鎖骨の下に
真ん中で指でこうグーッてやったらポキッてなんかね引っかかるとこあるのない？あるでしょ。そこをね爪先でクリックリックリッて剥がすの。はい、呼吸してみ。楽になった？お腹をこうやって、でもだいぶ柔らかくなったはず、いつもよりは。でさらにこの肋骨のね、肋骨の縁で、肋骨の縁こう入れると硬い人、硬いよね。だね、もう一回ここやってみたら、このこういう、この頭蓋骨のね、この R の縁を爪先でギューってやるの。痛くない？いや、これも偏頭痛の原因の一つなの。多分更年期の症状が出てると思うんですけども、汗がすごく止まらなくなって、うん、でよくあるんです。で仕事中もなんか自分一人だけすっごい働いてるみたいに、あのシャワーかぶったみたいに汗すごく出るので、うんうん、やっていきます。水はどうなの？水飲んでる？お水は飲んでるんですけど、うん、あの飲んだ以上に私もおトイレもすごく近いので、うんうん、近くて、あのトイレの回数もすごい、もう半端なく多いんです。こうやって出かけてくるときなんかは極力お水飲まないようにする。おしっこの量は毎回多いの？少ないの？多いときもあれば、あのもう、そうですね、もうすごいこまめに少しずつ出るときとか。あ、それって腎臓は硬いんじゃないの？45度方向に、斜め45度方向に押す、うん、やらなくなってない。大腿骨がこう剥がすように、こっち側もここがいいの。そう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 、そこをこうやって剥がせば OK。 やってみて。で、尿意っていうのは、膀胱は意外と鈍感じゃん。だから膀胱が直接その脳に情報を送ると絶えずおしっこ行かなきゃならないじゃん。で膀胱の状況を実は腎臓にシグナルで送って、腎臓が要するに脳に指令を送ってくるんじゃん。だから背中が硬いと絶えず尿意を感じたりするの。